皆さん新年明けましておめでとうございます。インクスレイベ代表の角匠です。昨年からですね、私がいろいろと少しずつこうリークしている新製品について本当に多くのお問い合わせいただいてます。こんなの作るのか、どんなの作るのか、何よりいつできますかというご質問がね、大変多く寄せられていますので、今日は、そういった2021年から2022年にまたがるプロダクトのですね、内容を少しお伝えしたいと思います。まずはロッド竿なんですけども、昨年の末くらいにですね、予約受注を開始しました2本の竿、フィッシュマンさんとのコラボロッドでガリンペイロとエルセーラという2本の竿についてちょっとご説明いたします。ベイトロッド専門メーカーのフィッシュマンさんとのね、コラボレーションで作るインクスのロッドは基本的にフィッシュマンと同じく3ピースが現状ほとんどですね。はい、でこのガリンペイロなんですが、ガリンペイロというのはスペイン語で金鉱採掘人といいますか、金鉱を探し出す人たちのことをスペイン語でガリンペイロと言いますね。非常に私響きと意味が気に入ってまして、今回このロッドにこういったネーミングを付けさせていただきました。まあ、このロッドで海のさまざまな場所ね、例えばボートゲームであったり、おかっぱりであったり、堤防であったり、磯であったり、あるいはサーフであったり、さまざまな場面で自分だけのパラダイスをね、金鉱を掘り当てていただこうというコンセプトです。したがってこれはスーパーバーサテルロッドですね。何用ということじゃなくて、例えばメタルジグからプラグから、もしくはジグヘッドであるとか、ジガリグであるとかですね、さまざまなリグに高水準で対応できるような、そういうバーサテルさ、幅の広さを狙ったロッドになります。まずはパワークラスの説明なんですが、僕が狙ったのは、まあ、サイズ的にね、下は、だいたい30センチ前後の寝魚だというふうに考えてください。さすがにね、20センチや25センチの魚ではロッドの方がオーバーパワーになります。釣れなくはないんですよ、全然20センチ25センチの魚でも釣れますが、まあ竿が勝ちすぎて楽しくないってことですね。ですが、例えば30センチを超えるカサゴメバルがですね、ガチャガチャの荒根のところにやつを狙おうとするときに、一般的なそのライトゲームロッドではなかなかね、パワーで対応できない場面があります。まずはその辺ですね、加減が。で、上限はと言いますと、例えばこのロッドを持ってボートゲームに出かけました。そしたらそこにはシーバスの8090がいました。ナブラは湧きました。投げてみたらブリだった。5キロ7キロ大きければ8キロ、下手すると南西諸島ね、沖縄とか行ってボートゲームすると、例えばスジアラの10キロとかタマンの10キロなんてやつがね、ヒットすることもありますね。銀紙アジやローニンアジもいます。まあそんな大物ですらなんとか対応できるというのがこの上限だから、非常に幅の広いパワーレシオを持たせたロッドということになります。そうなると今度はキャスタビリティの問題が出てくるんですが、そこの幅をですね、非常に大きく取ったロッドです。で、実際、僕自身がキャストテストをですね、いろいろ重ねて、最もテストの中で軽いものを投げたのがミニマルの6号。しかも進化をですね、削って削って削ってドシャローチューンしたミニマルでキャストテストしてみました。ベストではないんですけど、普通に飛ぶんです。ドシャローチューンのミニマルのウェイトが5グラムあるかないかってところですね。まあそのあたりから加減が投げられて、上は45グラムまで、実調テストですね、さまざまな魚を釣るためにメタルジグの45グラムまでは投げてますが、まだまだ余裕がありましたね。まあスペック表記の方はですね、7グラムから40グラムというふうに書いてあります。まあその範囲であればもう普通に使っていただける、非常にキャスタビリティも幅広く、また対象魚も幅広くで、何よりロケーションを選ばないロッド、この辺すごく大事なのがこのグリップ長なんですね。オフショアロッドっていうのは基本的に脇ばさみが必要ですので、エンドグリップ長く作ってます、当然ですね。でもこういうロッドで例えば堤防から磯からやろうとすると、やはりその取り回しの面でこれよりさらにね、15センチぐらい長いですから、ちょっと邪魔くさいなっていう場面でも普通におかっぱりから取り回しよく投げられて、いざボートで大物かけた場合でも
ちゃんと脇挟みをしてファイトできるというふうに、非常に絶妙なね、グリップレングスというのが、この竿の特徴でもあります。ということで、ミディアムからヘビーまでのクラス。これ、投げるウェイトもそうですし、釣る魚もそうですね。港湾部やボートから釣るミディアムからヘビークラスまでの、いろんな魚種に対応できるようなバーサタイルな能力を持たせたロッド。ということです。次は、ショートロッド、エルセーラですね。エルセーラ 5.2 フィートのショートロッドになります。この竿の特徴というよりも、先ほどお見せしたガリンペイロと同じくですね、こちらはウルトラライトもしくはフィネスと呼ばれるキャストウェイトが比較的軽いところ、それから、狙う魚も比較的小型魚対象にしたバーサタイルロッドなんです。ウルトラライトやフィネスでバーサタイルとはどういうことだと思われると思うんですが、ほら、私たち海に釣りに行って、例えば20センチから25センチくらいのメバルが釣れる場所で釣ってても、時折来るじゃないですか、でかいゲストが。70、80のシーバスであったり、ヒラスズキであったり、あるいはボトムをネチネチやってたらですね、そこにキジハタがズドンと来たり、大きなベッコゾイがドンと来たりっていうことがあるわけですね。その時に速やかにこう対応できるような幅の広さを持たせてるんです。中型、大型の根魚が来てもですね、ある程度安心してやり取りできる粘り強さですね。ただ単純に大型魚を取れるように強く作ったんでは、これはフィネスロッドじゃなくなりますので、その辺の微妙な加減をですね、バーサタイルという言葉で表してます。例えばキャストウェイトで言うと 1g からキャスト可能です。ただ X レベルには 1g 前後をキャストできるサビオというね、 7.9 フィートの竿があります。で、軽いものは実はこれ長い竿の方が投げやすいんですね。7.9サビオの方が 1g キャストを遠くに投げる場合は投げやすいんです。キャストウェイト的にはサビオより少し上の重さの方が快適に投げられます。1グラムより上、さらに10グラムぐらいはショートロッドなんですけども、スムーズに投げられるようなパワーとベンディングを持たせてます。バスでいうパワーフィネスよりももう少し軽いところですね、キャスティングウェイトが軽いところを狙ってますし、もう少し小さい魚、例えば20センチ前後の魚でも楽しく釣れて、でも大きな魚が来た時でも安心してやり取りできますよというのがこの竿で狙ったところです。つまりこのガリンペイロとエルセーラっていうのはある意味こう両極のバーサタイルですね。ミディアムからヘビークラスのバーサタイル、ロケーションを選ばず、魚種を選ばずに、これ1本あれば様々な釣りができますよ。こちらはいわゆるライトゲーム、ウルトラライト、ね、UL クラスのタッコルを使って釣りに相当する部分のバーサタイルということで、フィネスの方ですね、フィネスのバーサタイル、こちらがミディアムからヘビーのバーサタイルだというふうに捉えていただくと結構かと思います。で、この2本のバーサタイルロッドなんですが、おかげさまで予約受注開始しましたところ、もうありがたいことに、嬉しいことに、わずか1週間足らずで初回ロッドの全てですね、結構な量を作ったんですが、それを超えるオーダーをいただきまして、現状バックオーダーをですね、かなりの数抱えちゃうほどの好評をいただいております。まだね、物を触っていただいてない予約段階でこれだけのご好評をいただくっていうのは、もう嬉しくもあり、ありがたくもあり、少し怖い面もございますが、まあともあれ、第1回製造分は3月末に上がってきます。第2回製造分もすでに発注かけておりますので、8月に上がってきます。はい。で、もう皆さんからですね、毎日のようにご質問をいただくんですが、その他今進めている企画ですね、ロッド企画、はい、こちらをですね、ちょっとざっくり説明しておきます。まずはですね、僕のライフワークともいえるメバリングロッドですね。何よりメバル。で、初回はですね、NFC、ノースフォークコンポジット社ですね、北米の、というより世界のカーボングラファイトロッド、つまりカーボンロッドの
父と呼ばれるね、ゲイリー・ルーミス率いる、もともと G ・ルーミスというメーカーだったんですが、けどこのゲイリーが G ・ルーミスを島野さんに売却して、それから7年後ぐらいだったかな、また新たな工場を作ったのは NFC ノースフォークコンポジットという会社です。で、ずっと私自身も憧れておりましたし、素晴らしいブランコを作るので初回を作ったんですが、なかなか工業製品として世に出すのが非常に難しい面がありましたので、工場をファクトリーを変えてですね、前作に限りなく近いロットをもう少し安価に皆さんにねご提供できるように今進めております。で、非常に順調です。実はこの私今手元で持ってるものは初作のものではなくて、すでにこれがセカンドモデルになっています。ロゴを見ていただくと分かるんですけど、はい、セカンドと書いてありますね。ここへ、これが B テスラのセカンドの方です。で、こちらがハミー・ジャーミーセカンドですね。で、 B テスラの方はもうほぼほぼファーストプロトで、もうつつくところがほぼないなというレベルで出来上がっておりますが、ハミー・ジャーミーの方に少し時間かかるかなといった状況です。はい、で、肝心要の皆さんお待ちかねですから、いつできるのかというご質問がほとんど毎日のように来るんですけども、これはちょっと大変申し訳ない。全く新しくお付き合いをさせていただくファクトリーで今作っていただくような準備を進めております。で、非常に世界の鎌屋さんですね、竿工場の中でもトップクラスの工場ですので、世界中からねいろんなオーダーを受けてらっしゃるとこなんです。だから GO を出していつ製造ラインに乗せてもらえるかっていうのはね、また別問題になりますので、ここはね、ま、待ちくたびれてる皆さんはね、ちょっと勘弁してください。私が今言えないんですよ、いつ上がるっていうのが。はい、ハミー・ジャーミーのセカンドプロトが上がってきて、その時点でおお、これできた GO だってやったとしても、そこから果たして8ヶ月でできるのか、10ヶ月なのか、12ヶ月なのか、そこで工場でお願いして初めて、あ、じゃあここからここまで製造ラインが空いてるからそこで作りますねっていう返事をいただくまで、竿のね、出来上がり期日ってね、読めないんです。うん。だから最短で来年の、晩秋かな。最長で再来年の春だぐらいのね、ちょっとのんびりした気持ちでね、お待ちください。続いてご紹介するのはですね、小川健太郎率いるエクストリーム社つららというブランドでね、おなじみですね。このつららさんとスペシャルコラボレーションで竿をね企画しております。これも少しチラ見せしたので、いつできるのかというお問い合わせをたくさんいただいてます。具体的にはね、もうファンの方はよくご存知なんですけども、はいね、メイカンというね、誉れの高いグリッサンドの77、それからグリッサンド77はライトゲーム用のロットです。で、青物ブリでもいけちゃうタマンとかですね、南方の大きな魚でもいけちゃうグリッサンドの72、この2本を企画しております。グリッサンドの77ならつららさんにあるじゃないか。あります。なんで作るんだって。僕ね、グリッサンドシリーズそのもののファンなんですよ、僕自身が。で、特にグリッサンドの77ってのは我々ライトゲーマーにとって非常にね、使い勝手のいいロットで、本当にどんな場面でも安心して使えるっていうのがね、あのつららの流れの中なんですけど、特にグリッサンドの77は我々ライトゲーマーがもう少し上の、まあ最近僕たちが呼んでるミドルゲームね、ミドルゲーム用のロットとしては本当にこのグリッサンド77っていうのはこうドンピシャな感じで、私自身がグリッサンド77ユーザーで非常に惚れ込んでるんですけども、ワンピースなんですよ。で、グリッサンド持っていきたいのに、例えば沖縄ね、石垣島とか、例えば北海道にとか行こうとすると、ワンピースロット長いですから、飛行機に積むときにオーバーチャージ取られちゃったりするんですね。だからグリッサンド持って行きたくても持って行ってないんですね、去年も一昨年も遠征するのに。
せっかくのブリッツサンドを衛星に持っていきたいなという僕の思いで小川健太郎氏と話をして、グリッツサンドを1ピーじゃなくて、ね、マルチピース2ピーとか3ピースにしたいと。でそれをインクレーベルの方からインクスカラーを乗っけて、ちょこちょこと細かいところをいじらせてもらって作りましょうっていう企画なんです。はい、2本ともね、77も72もで、ひとまずファーストロット、ファーストプロトをね作っていただいたんです。77をハンドルジョイントの2ピースです。だから合計3パートになるわけですね。はい、でよくできてるんですけど、やっぱりね、僕はもうグリッサンド77の良さって、ね、やっぱりワンピースならではの良さなんですね。でさすがにこのハンドルジョイントの2ピースにするとグリッサンド77じゃなくなっちゃう。ここがね実に残念なので、この竿はこの竿で僕使いますけど、やっぱりねグリッサンド77のあの何とも言えない味付けを継承する形で持ち運びが便利というより、その飛行機乗せる時のオーバーチャージを取られない長さで作ろうとするとですね、このファーストプロトを使ってみてもう答えが出ました。これはもう 2P だと、うん、なのでグリッサンド77、ここにもモバイルって書いてありますね、ちっちゃい文字でグリッサンド77モバイルで、3ピースならモバイルと言ってもおかしくはないんですけど、これ 2P に変えちゃうので、 2P に変えることを決定しました。でグリッサンドの見た目の美しさを出すためにも、ジョイントをですね、波継ぎ逆波継ぎの2種類じゃなくて、いわゆるインロー継ぎですね、スピゴットフェルールで今セカンドプロトを作ってもらってます。はい、だから2ピースになるんだというふうにね、ご質問が来るんですけども、このビデオを見ていただいたら、あ、2ピースになるんだと思ってください。それはなぜか、グリッサンドの良さを継承しつつ持ち運びができるようにしたいというのが僕の願いですので、はい、でこれは決まってしまえば比較的早めに作れる竿ですが、それでもですね、今年の秋かなってところですね。はい、これもね、もうしばらくお待ちください。非常に楽しみなロットです。今手掛けてるロットのですね、ミドゲーロット、ミドルゲームロットですね、ライトゲーム、まあガチンコというかな、ヘビーゲームとも言っていいですね、そのちょうど中間地点をに相当するロットをミドルゲームと呼ぼうじゃないかっていうのが、まあ我々の考え方なんです。とそうだな、現行品で例えて言えば、ブリーデンさんの時代に監修させていただいた P スペシャルとか、まあもう少し軽いところで言うと83ディープですね。このあたりをライトゲームとはちょっと呼びにくくなってるんですね、昨今。うん。それはなぜかというと、アジングという遊びの台頭でですね、ライトゲームロットっていうのがどん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 短く、どんどん細く、フィネスにどんどんどんなっていってるんです。だから、こう、ライトゲームと呼ばれるゲームの幅が、加減が広がっていってるんですよ。そうすると、今までライトゲームと呼んでた中のちょっと強めの上限にあったロッドが、さすがにね、ライトゲームロッドとは呼びがたいな、もう少し明確な捉え方ないのかっていうことで、ミドルゲームっていうのが適切じゃないかということで、あとそれから広島のですね、広島のプロショップさんの方でナイトショアマダイやキジハタを釣るゲームをね、ミドルゲームというふうにね呼ばれているグループがいるんです。まあそこも踏まえてミドゲーロッドという概念で必要だなと、改めてミドルゲーム用のロッドが必要だなということで企画しております。どんな竿かというと、ティップはやはり3グラム5グラムくらいで繊細な、非常にその感度の高い、例えば潮なじみ、潮の圧力等をねしっかり手元に感じながら、3グラム5グラムの軽いリグでもですねしっかりコントロールしながら、でなおかつ小型魚の食い込み、フッキングを邪魔しない、要するにティップが強すぎるとやはりどうしてもね、小魚であるとか、あるいは中型魚であってもすごくこうセンシティブなバイトしか出ない時にはね、ティップが太くて強い竿ではね、なかなか難しい面が出てきますね。で我々はそういう局面ではメバルロッドで対応してきたわけです、今まで。うん、かけるまではメバルロッドがいいんです。
でもかけたからだとメバルロッドだと多少不安だっていうのがね、例えば35センチとか45センチくらいのマダイをそれを狙って釣ると必ず40センチ前後あるよっていう時に、じゃあメバルロッドが適切なのかと言われれば、やはりパワー面でちょっと不足がある。この辺でちょっとイメージしていただけたんじゃないですかね。繊細なライトゲームリグをちゃんと操れるんだけど、で感度が非常にね必要な釣りでもありますから、感度優先のティップで軽いものが適切に扱えながらかけたら、それなりに40、50ね、ともすれば60ぐらいまでの魚がですね、不安なく、それを立て続けに釣ったとしても不安なく対応できるクラスまでパワーを上げてるという竿がね、ミドルゲームロッドだと思ってください。でこの2本、今瀬戸内の、ナイトマダイですね、ゲストとして木地畑も連れてきますけど、ナイトマダイを主軸に置いたゲームをミドルゲームロッドと呼んでおりまして、我が社のテスターでは橋本裕介にこれ監修をお願いしております。で橋本裕介の下で今77カレントサーチ、カレントは流れですね、流れをサーチすると、でライトニングセンセーションといいますか、非常にあの電撃的な感度が得られてカレントがサーチできてというようなね、まあ、ネーミングをつけておりますけども、これはもう丸ごとその釣りが得意な橋本裕介に監修頼んでおりますので、今ここの手元にお見せしたくてもね、竿がありません。もう日々、橋本の元でですね、プロとこう煮込んでいく作業をしております。でこちらが一番時間がかかるかもしれないですね。全くあのその元になるモデルがないものを作ろうとしてますので、これは少しお時間をください。橋本裕介の方で777をテストしておりまして、僕の方はそれより1フィート長い88をテストしております。77橋本裕介監修、88レオン各監修という、この2本のミドルゲームロット、これはあのサンプルがないわけですね。僕や橋本が考えるこういう竿を作りたい、じゃあそれに近い竿があるかって言われれば、近いものがなくはないけど、まあ、ほぼほぼもうゼロから作らなくてはいけないので、少し時間いただきます。したがって今シーズン、今年2021年に間に合うかって言われればまず無理です。早くて2022年の春のマダイののっこみ時期に間に合えばいいかな、つまり来年ののっこみ時期に間に合えばいいかなという感じです。したがって間に合わない可能性の方が高いというふうに理解して、こちらもねセカンドプロとサードプロと状況はね、都度お知らせしますので、ぜひお楽しみに。次はですね、今年発売されるルアーのご紹介しておきます。まあ、まずは皆さんもうお待ちかねのナッツオジグですね。今月中には店頭に並ぶことになる手はずで進んでおります。まあ、何が起きるかわからないので、いろんなことがあってですね、遅れることも想定はしておいてください。今順調にいけばもう、お正月明けてすぐぐらいに到着予定です。はい、まあ、税関通ってきますので、税関の方で揉めたりすると遅れることもありますけどね。でまずはライトゾーン、こちらから 1.8、3.5、5.5 グラムの3種類、このライトゾーンが1月中にはお店に並ぶということでね、ぜひ期待してください。でこれもですね、ありがたいことに、予約取りをしたら、本当にこれもわずか3日か5日で初回ロットの製造数をオーダーの方がはるかに超えてしまいました。で大慌てで、これはまずいと、あのバックオーダーが初回ロットの 50% 超えるぐらいのバックオーダーが入ってますので、これはもうほったらかしにはできないです。もうお店さんに申し訳ないので、これはすぐに増産しなきゃいけないということで、ファクトリーの方にお願いしましたら、都合のいいことにね、生産ラインでね間に合いました。1月中に発売されますが、セカンドロットは2月には出来上がってきます。はい、ということで、この冬から春にかけてね、このライトゾーンは十分使っていただきます。で次がミドルゾーンになるんですけども、ミドルゾーンは 8g、12g、16g というふうになってきます。ライトゾーンに比べればだいぶでかくなります。ミドルクラスのミドルゾーンの
納豆はですね、実はライトゾーンの増産分が2月に上がってきますけども、それと同時に上がってきます。これはなかなかありがたいことですね。はい、2月にライトゾーンの増産分と一緒に上がってきます。それから最後はですね、ヘビーゾーンなんですけども、25g、35g、45g というこのヘビーゾーンのところ、もうでっかいやつですね。で、一番上が 45g。 このヘビーゾーンに関してはですね、4月から5月、まあ夏魚がそろそろ動き始めるよ、青物もぼつぼつ怪しくなるよ、それから旗ゲームをね、そろそろやろうかなと皆さん思われるゴールデンウィークぐらいにはなんとか間に合うかなというね、状態で進んでおりますので、この夏畜ぜひお楽しみにしてください。それからですね、ナッツジグにはこういうブレードがついてます。で、ブレードが錆びちゃった、曲がっちゃった、ハゲハゲになっちゃった、ブレードが必要だよっていう方は必ず出てきますので、ブレード単体で発売します。これはこの1月中に発売になります。で、サイズは5種類あります。当然 1.8、3.5、5.5、ね、その上が8、12、16で、25、35、45となりますので、そのサイズまでもうすでに全部作ってます。ライト、ミディアム、ヘビーゾーンのところまで、このあたりがヘビーゾーンにつける、全部作ってます、全部作ってますので、この5種類のサイズはすべて1月中に発売します。このナッツブレードというふうに書いてますね。ここに商品名書いてありますけど、ナッツブレードだと覚えてください。で、ナッツジグの替えブレードでもあるんですけど、それよりもブレードチューン用のパーツ販売だというふうにね、捉えてください。なので、サイズ5種類ありますから、お手持ちのいろんなルアーにね、いろんな形で利用していただきたいんです。うん、例えばメバル用のマイクロプラグにブレードチューン、ライトソルトの皆さんはね、このプラグのブレードチューンというのはちょっと見慣れないかもしれませんね。初めてご覧になるかも分かりませんけど、バスフィッシングの世界じゃね、比較的知られたチューンの仕方なんです。で、これの何がどういうふうに効くかというと、例えばね、トップウォーターをやりたいなと、メバルがパチャパチャライズしてる、だからまあメバペンメバルなんか投げます。ところがパチャパチャライズ終わるのに一切反応しない時があるでしょ。そういう時にね、効くんですよ。それから例えば明かりつきの堤防じゃなくても、闇磯かつ満月ね、明るい夜ですね、そういう時にね、非常に効果的です。もう一枚スイッチをね、入れてくれるチューンなんですね。例えばトップでいまいち水面にできらない時には、水面下、川一枚下狙いますよね。僕たちメバリングする人間は特にね。この川一枚下ってのが、ここ。こういう、沈まないトップウォータープラグの場合は、フックがぶら下がってるんですけど、フックだけじゃね、アピールが足りないんです。ところが、堤防の明かりや月明かりで、これがキラ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 反射する、揺れて。これが餌だと。うん、このキラキラに反応する個体がいるんです。必ずいます。これが下から2番目のサイズのブレードがついてますけど、これくらい小さなブレードだとフッキングのね、邪魔もほとんどしません。フラッシングと、それから、ブレードとフックがこう干渉して、人間の耳にはね、なかなか聞こえませんけど、軽やかなチャリンチャリンした音が魚には聞こえるんです。これがね、まさしく網とかね、小さなエビ、甲殻類の幼生体なんか、その水中で足をこう動かしてる音に聞こえるんじゃないかなというのがね、まあ、一般的なルアー作りの説として、ね、ありますけど、まあ、間違いなくこのチカチカキラキラシャラシャラがね、効果あるということをね、覚えておいてください。で、ワームにつける場合も、もうね、旗ゲームをやる方はごくごく当たり前の常識になってますよね。こういうふうにワームの中にスクリューでねじ込んでいくんですね。どこの釣り具屋さんにもってわけにいかないかもしれませんけど、まあうちの場合はフィッシュインでパーツ販売しますが、こういうものがあるんです。
こういうパーツがね、これにつけてワームの中にねじ込んで止める。まあエコギアさんがやってらっしゃいますよね、あれのちっちゃいバージョンだと思ってください。これね、レンジクロスヘッドです。 1.2g です。これでベイティをセットして、それにこういうブレードをつけることができるんです。まあ釣りって遊びなので、モチベーションがまたね、ルアーフィッシングってのは必要で、そういうものをですね、より強固にしてくれるパーツだと思ってください。もちろんこのブレードをつけたからこそ食ってくる個体もいるんですよ。ルアーフィッシングってね、50匹メバルがいたら50匹が全部このルアーに食ってくるってことはまずないですよ。50匹いたら5匹だけです、反応するのは。これアジでも一緒です。ところがこういうチューニングを施すことによって、こういうチューニングない場なかったらチェイスだけで終わってるやつ、全く興味示さないやつまでが興味示して連れてくるので、5匹しか釣れないところが7匹になったり9匹になったりするっていうのがこういうチューンの良さですから、ぜひこれもね、今年2021年のね、一つの釣りの楽しみ方、モチベーションのね上げ方として、こういうチューンドパーツを使って自分好みにチューンするというのをね、今年度の一つのね楽しみ方としてね、ぜひトライしてチャレンジして試してほしいなと思います。続いて小物のご紹介なんですけど、ナッツジグってね、フックがダブルでついてますね。プラグ用のシングルフックが2個ついてて、なくなったらどうするんだということなんですけども、だいたい量販店さんのトラウトのコーナーに行かれたり、カンツリーのコーナーに行かれたらね、売ってますけども、これも単体発売します。4種類で、今回インクスから販売するのはバーブレスになります。これは少しメーカーとしてですね、色を持たせてます。バーブのついたものは普通にフックメーカーさんのを購入してください。ついてるものの番手を参考にですね。例えば12番、プラグ用のシングルフックの12番って言ったらそんなに大きさほとんど変わりませんので、その12番だ、10番だ、8番だ、6番だというね、その番手を参考にバーブ付きの方は、他メーカーさんの。カルティバさんなんかには普通になります。はい。で、インクスの方からは、ちょっと入手しにくいミディアムヘビーの管理釣り場のフックって細いんですよ。バーブレスはたくさんあるんですけど細いのしかない。ところが我々根魚釣っちゃうので、どうしても細いフックだと弱いというので、ミディアムヘビーのワイヤーを使った、プラウ用のシングルバーブレス、これはね僕自身の思いもあるんです。闇磯にデカメバルを釣りに行った時にトレブルフックはことごとく伸ばされちゃうので、プラグはシングルフックに乾燥していくんですよ、僕たちは。うん。で、そこまでやるレベルの人たちはね、大きいメバル釣っても大体僕はアンケート取りましたけど8割9割型の人が持って帰れないです。リリース派なんです。そうしたらバーブレスの方が早いんです、話が。軽い力で弱い力で貫通しますね。で、バレずにキャッチしますできます。ネットに入れてもネットに引っかかってもつるんと抜けます。よしんばこういう体に刺さっても、大ごとに至らずスッと抜けます。だから環境にも負荷かかんない、人にも負荷かかんない、かかんないじゃない、かかりにくいということで、インクスレベルとしてはバーブレスフックをおすすめしたいなということで、バーブレスだけ発売となります。これも今月1月中の発売となりますので、ね、リリース派の方はねぜひお試しください。縦アイプラグ用のシングルフックですので、お間違いのないように、アイがこう向きじゃなくてこう向いてます、針に対して。プラグ用ですか、スプーン用じゃないですからね。はい、続いて発売が決定しているルアーのご紹介です。この子ですね、 J ボーイです。これシングルバーブレスぶら下げてますけど、製品はトリブルフックになります。なかなか面白い形をしたね、可愛らしいルアーです。この製品はですね、インクスレーベルのマスコットであるイラストのがありますね、魚なのか何なのかよくわからないイラストが、あれちゃんと名前がついてまして、
ジャパンボーイで J ボーイという名前がついてるんですね。で、あの J ボーイをなんとかこう具現化するというか具体化させてルアー作りたいなっていうのがまず最初の一つでした。ルアー歴の長い人、バスやってる方はもうこれ見てああと思われるはずですけど、あのヘドンのビッグバトにすごく似てますよね。うん、これはイラストの J ボーイ自身が、あの僕がですね、ジェームス・ヘドン、ヘドンの創設者、創始者ですね、のジェームス・ヘドンに対するオマージュ的な作品でもあり、インクスレーベルのキャラクターである J ボーイを具体化させたものだと。だ結果的にこういう、ちょっとビッグバードとね、非常によく似たシルエットになっています。ビッグバードとは全く別物です。なぜならこの子は巻くと潜ります。最大で深度70センチまで行きます。でクランクですから非常にコト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 動きます。で止めるとスーッと浮き上がって水面にポコンと顔出します。何用なのかじゃないです。マイクロクランクです、フローティングのね。だからまあ僕なんか当然これでメバルも釣りますし、70センチぐらい潜りますから、シャローゴロタでムラソイ釣ったりとかですね、カサゴも狙ったりしますし、当然野池にいてバス釣ったりギル釣ったり、もできますし、管理釣り場だとこれはもう全く、管理釣り場はもうクランク使ってトラウト釣るのはごくごく当たり前になってますのでね、そういう使い方をねぜひ皆さんしてみてください。でお尻にこれはあまりないタイプのギミック入れてますけど、コロラドの0番をくっつけて2枚つけてます。これがこういうシャラシャラした音を出すんです。こういう軽い音っていうのはね、非常にあのイーターのやる気をそそる、ね、ギミックですのでね、これまた見せてください。ですから先ほど、チューン用のブレードパーツの販売をするって言いましたけども、これ J ボーイ用にコロラド、これ丸いタイプね、丸いタイプも同時発売します。ただしこれはこの J ボーイに使うサイズ用のワンサイズのみの販売と。まあこれもね、あのいろんなチューンに使えるのでね、ぜひ試してみてください。J ボーイ君ですけども、この辺の2色は比較的メバルをちょっと意識したね、カラーリングでもありますけど、発売は早くて3月末、遅くて4月末、まあ1ヶ月ぐらいの幅は見といてください。その頃に発売になりますので、まあメバルですと最もトップ毛がね、メバルのトップ毛が強くなる時期に発売されるな。それからぼつぼつね、シャローゴロタの根魚が動き始めるなという頃にはもう皆さん入手可能になっておりますので、はい、お楽しみに。2021年度の商品紹介をさせていただきました。で日頃からですね、レオンさんこんなプラグ作らないんですか、こんな竿作らないんですかといろんな質問が来ますけども、今申し上げたのがこの2021年度のプロダクトですので、それ以外はこの 1,2 年にはできません。ただルアーに関しては日々日々研究してますので、こうプラグだけど今ここにプロとプラグがね、全くこれ1本ずつ違うタイプなんですよ。まあこれ以外にもこうあと2箱ぐらいあるんです。例えばね、樹脂ペラを使ったシングルスイッシャーですね、こういうのもありますし、よく釣れてなかなか面白いルアーなんだけど、見た目どうかなと思ってちょっとね、製品化は多分ならないと思うんですけど、フロントスイッシャーですね、こういう変わったブレードの入れ方をして、これねめちゃくちゃ釣れるんです。ちょっと悩んでるんですけど、こんなのもテストしてますしね。ペラ系はまあこういうメタルペラのリアペラでいろいろやってます。おととしかな、先おととしくらいからやってるんですけど、このちっちゃい子のシングルペラーですね、実はめちゃくちゃメバル釣れたんですよ。多分この一覧の中から抜け出すのはこの子は真っ先に抜け出すだろうなと思ってるぐらい。まあこれどうするか、またウェイトバランスは今から煮込むんですけど、基本的にこのファーストプロトでね、あの既存品のプラグよりも圧倒的に釣れたシーンがあったので、この子は出てくる可能性あります。あとスローシンキングのペンシルやとかね、まあ、ゴロターバーなんかで非常にいいですね。それからこうひねりが出て
ヒロンヒロンする死にかけ小魚を演出する平べったい系の箕面だとかね、まあいろいろやってますのでいろいろやってる中でもう見た目も良ければ効果もすごいっていうのが結局は製品化になって出てきますので、何がどうなるかを今聞かれてもお返事はできないですだって分かんないです全部釣れるんですよ、どのルアーも全部釣れるんですけど、やっぱりその製品になる時って見た目の魅力と釣果も既存品を上回らなければね、開発の意味は全くないので、今後出てくるインクスから出てくるこういったルアーは既存のものよりもよく釣れて、なおかつ見た目もスタイリッシュで、使いたい釣りたくなるルアーというのがね私の開発のコンセプトになっておりますので、はい、ぜひお楽しみにしておいてください。はい、ということで、今日は長時間、ね、製品説明をお付き合いいただきました。ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。